今日は友達ユニクロフェロー3期生の中野英子さんにお越しいただきました。本日はご一緒していただきありがとうございます。はい、ではまずはじめに、なぜこのプログラムに参加したいと思ったのですか？理由としては、2つあって、1つはもともとこの友達イニシアチブについて知っていて、すごく勝手にファンだったんですけれども、うん、やはりその日本の学生たちをもっとその世界の人たちと交流させるっていうところは自分自身のミッションでもあるので、そこにすごく共感したっていうのが一つ。あともう一つは当然そのユニクロっていう会社は日本から発祥して、で世界に出て成功している会社の事例なので、そういったところで自分自身もいろいろ経験して学べるのではないかなと思って、そこの機会に飛びついたというのが二つ目です。はい、素敵ですね。次に、このフェローシップを通して日本にどのような形で貢献していきたいと思いますか？私自身の夢は、日本の学生たちにもっと世界を知るチャンスを与えたいということで、自分自身は帰国子女なので、その海外に出るということについては自然にできたことだったんですが、やはりその日本に帰ってくると、どうしても海外の人たちに対して壁を感じる方っていうのがすごく多いので、そうじゃなくて、もっと若いうちから外国に行くことが自分のそのオプションの一つであるっていうのを作っていきたいなと。なので、そういった意味で自分はその教育っていう分野で将来的にもっともっと日本の教育を良くしたいなというふうに思っていて、それを勉強するためにスタンフォードに行きます。でスタンフォードではその MBA と教育のジョイントディグリーっていうのを取っているので、そこで勉強してもっと日本に還元できるものを身につけていきたいと思ってます。なるほど。はい、ではユニクロの CEO である柳井さんが言うには、日本にはグローバル人材が必要となっております。中野さんはこのことに対してどう思いますか？まさに本当に私自身も将来的にその日本の学生をいかにグローバル化させるかっていうのがパッションなので、すごくその考えには私自身も共感していて、そのためにその教育っていうところでもっともっと日本の学生が将来を考えるときに、日本じゃなくて世界でも戦えるんだっていうところをどんどん提供していきたいと思っています。では最後に、友達世代にはとても若い人がたくさんいるんですけども、その子たちの中には留学やファッションやビジネスに興味を持っている人がたくさんいます。で、その子たちに先輩としてどのようなアドバイスがありますか？私自身がもっとやっておけばよかったなと思っていることの一つなんですけど、もっといろんなことに若いうちから挑戦をして、自分の可能性を広げておけばよかったなっていうふうに感じてます。やっぱりこう新しいことをやるとか、行ったことのないところに行ってみるとか、そういったことをすることによって、自分のその可能性とかチャンスっていうのはどんどん広がっていくので、それを実感してほしいなと思っています。ありがとうございます。では友達ユニクロフェロー第3期生の中野英子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。